真の男は冒険に出るべきなんだ。オズ大陸、なぜ俺がここに。皆さんこんにちは、暗黒のおとぎ話 RPG ダークテイルズ鏡と狂い姫で正一とピノキオを演じさせていただきました長塚拓磨です。よろしくお願いします。そうですね、まずですね、ゲームに登場するキャラクターがめちゃくちゃかっこよくて、まあ、綺麗だなっていうのが第一印象ですね。それで、まあ、本来のね、あのキャラクターが持っている魅力だけでなく、まあ、闇落ちというものがあるんですけれども、その闇落ちとのねギャップがとても魅力的でした。まあ、ゲームのストーリーもですね、まあおとぎ話ということで皆さん知ってる内容だと思うんですけれども、その中でも、まあ、ダークな展開で物語の裏にある真相を暴くという内容にもなっているので、まあですね、まあダークテイルズという名前の通りですね、キャラクターもストーリーも文字通り、ダークな印象は受けました。はい、まずですね、まあ、2キャラ演じさせていただいたんですけど、小一なんですけど、小一はですね、鏡に召喚された世界を救える力を持つ少年で、まあ、見た目はですね結構クールな感じのイメージなんですけど、まあね、実はその中には真面目なところも隠されていたりして、そのギャップがですね、小一の魅力だと思っております。そして、もう一つ、まあ、ピノキオ、皆さん知ってると思うんですけど、ピノキオなんですけど、こちらはですね、まあ、冒険が好きで、まあ、ポジティブで勇敢な男の子なんですけれども、あのですね、魔女の呪いで実は感情を失った人形に変えられてしまうんですね。それで、まあ、自己中心的な性格にもなってしまうんですよね。なので声でもですね、あのその変化が分かるようにいろいろ工夫して演じたのが自分的に印象深かったです。ですね、まあいろいろ、まあレジェンド級のキャラクターが多いので、いろいろ会いたいキャラクターはいるんですけど、中でもまあ剣士ペロくんですかね、に会いたいですかね。まあ自分が結構猫が大好きっていうのもあるんですけれども、まあ現実世界にいる猫もすごい可愛いんですけども、やっぱり長靴を履いてね、剣を振る猫とか、まあ想像しただけでね、まあかっこかわいいというか、いろんな、まあ現実にはいないんですけど、そんなね、あのかっこいい猫ちゃんとぜひ一度会ってみたいかなと思っております。はい、ダークテイルズ、鏡と狂い姫で小一とピノキオの声を担当しました長塚拓磨です。皆さんにもダーク姫気に入っていただけたら嬉しいです。今ならですね、ゲームをダウンロードすると無料でガチャが1001連分回せるので、ぜひこの機会にお気に入りのキャラをゲットしてみてください。ダークテイルズ鏡と狂い姫好評配信中。